これ振ってもいいな。それ使いまい。使いま？使いまい。使うってことですか。うん。ええよ。え、いいんですかこれ使って？うん、やったー、えー。使ってみよう。ちょっとお借りしてもいいですか。あげるよ。本当ですか。これやめたけん、味付やめたけん。本当ですか。あげるあげる。結果美人。すごい。はい、What's good YouTube、俺がヤングハスを今日も連れてるマッソ。はい、ということでヤンハスのツリップ、今回は、香川県高松市に来てます。で、もちろんね初めて来る漁港なんだけど、なんとここは映画の生活中のロケ地らしいんですよね。で、まあ俺はどっちかっていうと、まあ、世界の中心で味を叫びたいんだけど、はい、って感じで今日も、香川で初めてアジムやるってことで、アジ釣るからなまってるよ、行ってみよう。シャクリイカだ、イカ、おとっとっとっと、おとっとっとっと、うん、イカじゃなくて多分違う魚が当たった。うん、当たってんの今。いや、もう今当たってない。いや、当たってんのか、それが底について引きずってるだけか。ビビってきたんじゃない。ビビってきたけど、あ、底についてるだけか。底についてるってさ、ほら引っかかるときにガッガッってなるじゃん、手応えがあるじゃん。ただそれだけかも。説明、あの神社かな、どうに神社がある、そこ鳥居がある。あ、本当だ。え、ありえるかもしれない。スリップズ。シャクリ。小さ。カサゴ。小さ。こんなのいるんだ。さ、しかもすれかかり。え、本当？アジいる。え、いいんですか？あげる。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、豆味専用なんだ。しかもエビエキス、ありがとうございます。見て見て見て、短いんだ、ほら。嬉しい。使ってみよう、これ使ってみたい。今使うね。あ、ちっちゃいですね。ありがとうございます。これも豆味。はい、それは 何グラムですか。何グラムだったかな。10.6 くらい。10.6 くらい。うん、聞けろ、人どうぞ。あ、本当ですか、ありがとうございます。じゃあこれで試してみよう。いい、ありがとうございます。早速やってみよう、ね、なんかめちゃくちゃ針が出ちゃったけど、これで一回投げてみよう。これで釣れるかどうか。これもよく、ありがとうございます。すごい、これちょっと大きいやつ。おお、うん、ジグであんまやったことないですね。はい、なんかやったことあるんですけど、もうすぐ寝かかっちゃって切れちゃって。はい、ジグでも釣れますか。1本釣れるかね。え、本当ですか。釣りたん持っていきます。ありがとうございます。くれるって、1個ずつくれるって。え、いい、あげる。じゃあ
これもアジングしおらん。あ、そうなんですね。じゃあこれをいただきます。うん、かわいい。いや、私どれにしようかな。直感で。さっきでもピンク、あ、でもこれもキラキラしてていいね。うん、これにしようかな。どれでも。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。バイブレーターがやったコラボです。あ、すごい。巻くだけでピリピリになるけど。あ、ビロビロビロってなるんだ。ずっと上げる。そんな、いいんですか？嬉しい。しおらんけど。もうやらないんですか？もう釣れない、うん、これしやるからしんどうなってきて青もんやじょるけん、うん、そっちでやろ、こうなんかもんやで。これがバイブレーターですか？この辺バイブレーター、はい、ありがとうございます。ダダ巻きで、はい、うんうんうん、すごい、初めて見た。やってみよう、ありがとうございます。これあげる、はい、可愛い、ありがとうございます。すごい。ミドキンもあげる。ありがとうございます。すいません。いいね、いいね、うん。ありがとうございます。人がちゃんといるとこ。食べきりしかないんですか、じゃあ。青物？青物？大きい。もう餌釣るため。最初。で、泳がせだ。そっかそっか。で、泳がせか、時期が来たら、ジギングばっかり。ジギングだ。これ逆にこっちに入れようか、ワームの方にね。めっちゃ初心者だから、全然ないから、ね、これ一回取って、ワームの方に入れよう、あの仕切りの方に。あ、いいや、いいや、いいや、うん、そのペースごと上げるわ。え、本当ですか？ありがとうございます。お、すごい良い姫だ、これ。ほら、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あげる、あげる、ありがとうございます。これ釣らなきゃ、竿もあげるわって言いたいけどな。え、月下美人。はい、私6点なんでちょっと長いですかね。しかもこれ目張り用ですね、私の。これも完璧味よ。はい、うん、あ、リールも月下美人ですね、うん、はい、うん、かっこいい。何だろう、これは。うんうんうん、6、8か、うん、もうちょっと短いの欲しかったよ。うん、1000円はあったけど、4円やろ。うん、そっちは、うん、あ、それも味、これ。そうですね、はい、あのオリンピックコルトってやつですね。え、でもコルトの中でもなんか3段階ぐらいあって、うん、一番安いやつなんですよね、はい、うん、長さはそれくらいで。そうですね、短い方がいいですよね、うん、私も最初これ買ってもうちょっと短い方がいいなと思ってこっち短くしました。でもこの間おじさんにしなる方がいいって言われて、まあ、それはなんかほら投げるキャスティングするんだったらっていうだけだから、うん、投げる、うん、そんなにしないか。軽い軸投げるんやったらこのくらいがいい。そうですよね、うん、あ、シュッって言わないから、ね、これ振ってんまいだ。あ、なんか重いかも、ちょっと。そう、これより、うん、投げよいと思う、そっちの、うん、オリンピックの軽いけんええんやけどな、うん、そうですね、うん、はい、滝がめっちゃ曲がるもん。あ、本当。ほら、あ、じゃあしなるから。そう、反発で。あ、それ使いまい、飛ばしやすいんだ。それ使いまい、使いま、使いまい、使うってことですか、ね、うん、うん、ええよ。え、いいんですか、これ使って、うん、やったー、使ってみよう。ちょっとお借りしてもいいですか。あげる。本当ですか。これやめたけん、味をやめたけん。本当ですか。あげる、あげる。結果美人。すごい。投げにくいんやったらこう投げたら。ありがとうございます。じゃあ今回こっちやってみようかな。うん。ありがとうございます。何から何まで。すごいな。アジ釣れるより嬉しいな。いや、月下美人大好きなんですよ。来た来た来た。おお、すごい、来たー、イワシ。よかったね、さすが。ちょっと待って待って、やったー、さすが。
スリップ2。じゃあ高松デイ2、目朝まずね、今朝5時ぐらいなんだけど、ちょっとやってみます。でちなみに昨日は、坊主でした。まっすぐね、ちっちゃい傘忘れたんだけど、あ、じゃあ坊主でした。で今日の夕方帰るんでね、なんとしても釣りたいんで、ちょっと朝まずね気合入れてやっていきます。しゃぐりめっちゃキラキラしてるイワシ。いやー、アジはいるんですかね。一応投げてみますか。なんだあのジャンピング魚、ツンツンってやったの誰。いやーダメだね。確かにこうイワシがいるところはアジがいないみたいなこと、サーティフォーの矢部さんが YouTube で言ってたからな。いないんだろうな。さっきのあたりも多分アジじゃなくてフグとかなんだろうな。ちょっとそっちでもう一発投げてダメだったら移動しよう。こっちもイワシでしょう。でまた当たったけどね、食わないね。移動しよう。ランガン。いやー素晴らしいサンライズですね。ダメだね、ランガンします。違う場所に来ました。どうなんでしょうね。慣れてみますか。当たった。取りますね。
っしゃ、クリアじゃない、これこれかかったんじゃない、これ捨てて、おお、これはいい、何これ、これは何、これ知らねえなのか彼なのか分かんないけど、これはフォーセットの出番だ、これが、忘れたのこれです。はい。うん。右にあるね。失礼します。いや、釣れたね。